はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、楽天モバイルの話題です。4月30日日曜日ね、17日過ぎたところです。ね、ようやくおじい激震ね、なりました。さあ、皆さんも次々とね、激震になるでしょう。お報告会場でございまーす。はい、もうたったね、今おじいは激震しましたね。ずっと受付だったんだけど、次のステップにね、すまないおじいの場合はね、キャンセル食らいました。はい、4月29日ね、早い段階、朝の段階で申し込んでね、30日、まあ、29日なのかな、お申し込みはね、だいたい1日かかるよね、翌日っておじい言ったじゃんね、こんな感じです。お申し込みがキャンセルされました。再度お申し込みされる場合、お手数ですから、最初からお手続きを、ね、行ってくださいって言うからね。でこれで5回目の激震になります。はい、だけどね、皆さんはどうでしょうかね、28日だよね、28日の夕方だいたい16時前後ぐらいにお一人様1個制限に切り替わりましたね。でお店に予約を注文していても、お電話が来てね、ルールが変わっちゃったんだよ。これルールが変わる前に購入意思を持って予約をしたのに、なんだかなって思うでしょ。でもシステムを全部お店で買っても、そこでね処理をしているので、まあ、登録ができない、処理ができないっていうことです。これがね、普通のフランチャイズのお店でなんか販売だったらね、お店が独自で仕入れて売ってだったら売ってくれると思うんだけど、登録だからね、できないからね、本当ね、こればっかりは。はい、そんなわけで、発送中に進んだ方が、発送準備まで切り替わった方は多いんだけど、発送になった方ね、奇跡の1名いらっしゃるんでしょうかね。激震報告、成功報告、お待ちしております。はい、短い動画で終わります。皆さんの激震報告、みんなでね、やっぱ畜生ダメだったよ、でも、ま、負けねえぞ、まだ注文できないならね、これの2010個ぐらい電車でやってるっていうね、チャレンジャーも引き続きお待ちしております。あんだけで、みんなでバンザーイはなしよ。じゃあね、バイバイ。